さあ、前回丸亀くんにお話を聞いてから、はい、少し経って、はい、まあ、予定では告白が済んでいるはずの日程なんですけど、岩さんどうですか、あれから告白すると意気込んで、はい、なんかパーセンテージまで言っていたところで終わってましたけど、はい、今どういう状況ですか。告白をしていい、いやどちらいい、まあ今どちらまで分からん、今です、今告白しました。うわー、バイン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 、人の告白出すそんな人いないよ、うそ、はい、やばい、言いましたよ、とりあえず。そうだ、ちょっと告白したんですね。はい、ありがとうございました。めっちゃおかしいじゃあなんか言わせてよ、わざわざ撮るんやったら。告白したかしてないかだけ聞こうかな、はい、言いたくないんだよここで見る可能性あるから。その危機感を抱えながらも、はい、イワシのねちょっとご利用しインタビューに答えてくれて、はい、すみません、ありがとうございます。で、まあ、誰に言った今こっちでしょ、なんで視聴者の方、プロなんで、プロなんで画面見てやっぱり、漫才もね、そういう感じです。そう横浜見て、ありがとうございます。こっち一つも見てない、これ丸亀くんに言ってます、はい、ありがとうございます。反射で言う顔が映る反射で言わんといて、ちょっとね、はい、やっぱり告白したということで、はい、ワード的なのは、はい、こんなワードで言いますというまま言った感じですか、シンプルな。まあ、いろいろ考えたんですけど、結局伝わんなきゃ意味ないなと思って、シンプルなやつで言ったと。はい、好きです、付き合ってください。あー、で、やっぱり、そのね、状況、シチュエーションっていうのもちょっと気になります、はい、その、はい、どっかの飲食店の中なのかとかね、はいはい、どんなような状況だったんですか。飲食店行った後に、はい、もう終電近かったんで、駅のもう改札くぐって、はいはい、お互い別々の方向だったんで、あ、じゃあ別れ際ですねこれ、に僕がちょっと待ってください、1分だけ時間くださいって言って呼び止めました。で、まあ気持ちをちょこっと言って、はい、で、相手もなんかその時にじゃあ返事ですわ、気になるのが、はいはい、好きですに対してですね。うわちょっと、もう聞いていいの、どうだったか、結果がね、ちょっと待つ誰に聞いてんの俺に、これは誰に言ってるんですか。これは今のは視聴者さん、あーなるほど、あの少ない視聴、バカタレ、誰が少ない視聴、誰がバカタレ、いやどうしようこれ伸ばす CM いや、なんのよ、あ、CM とか何にもついて、少ないから、はい、いや誰が少ない視聴、誰が CM ついいっすかもいやいや、ちょっとじゃあ、はい、結果というか、はいはい、いやドキドキするな、なんかその受験の結果を聞くみたいで、合否みたいなね、はいはい、まあ、アプローチして告白をして、教えてください、どんな返事だったんでしょう。じゃあまあいい方がごめん、OK ですだとして、あ、はい、ごめんなさい、はいはいはい、だとしてこっちが OK ですね、はい、あ、どちら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 